そうそう、ゲルマン神話の方のね、ミドガルドの蛇、ミズガルドの蛇。まあ、ミズガルドの方がミドガルドよりかは、多少は、進んでるわけね。ミドガルドはもう完全な、ミドロガイケのミドね。で、ミズガルドはまあ水。で、まあ、多少は水の方が進んでる。まあ、本当に進んでるのは、ミスが、まあ、する。ミスるね。西洋を使うけど、まあ、それを置いといて、ミドガルドの蛇、または水ガルドの蛇っていうのは、実はね、岬の蛇っていうのも直訳できんね、エミシ言葉に。つまり、ヘルマン語をエミシ語に簡単に翻訳できるわけなんです。まあ、それ簡単に翻訳できへんようにお互いしてるけどね。だって他の民族にバレたらあかんから。そう、だからうちも結構だ。同じエルメス語族の言葉、なかなか、あれ何言ってたっけ何な、え、なんとかなこれとかなんで。でも、あって、近い言葉やねんけど、いいってなんねんけど、まあそれは置いといて、岬のエビでじゃあ何のことですかって。実は男性器のことやねん。おちんぽのこと。それ水があるのエビ、またミドがあるのエビって。入れる相手が濁ってるか濁ってないかって、やらしい話やん。まあ、しゃあ神話やからね。女神女神の話です、実は。夫婦喧嘩の、最終局面で、実は、あれは。ゲルマン神話の方はね。だから最後、あれ？ヨハネ・黙示録と共存関係にあると言いながら、最後、男子二人でしょ？ ユグドラシルの木の前に男子二人。謎でしょ？あれ、どう見かって。男子二人が金玉のことやん、実は。あれ？とかって。じゃあ、なんでヨハネ・黙示録と共存関係になってるんかなって、実はね、ヨハネの方が天使に連れられて、まあ、オーディンの、金玉あたりまで旅行しちゃった話やねん、実は。だからまあ、ユダヤの方が偽物、他人ってことね。